皆さんおはようございます、今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います、今日はですねイザヤの58章の12節です。あなたのうちのある者は昔の廃墟を建て直し、あなたは世々にわたる礎を築き直し、破れを繕う者、通りを住めるように回復する者と呼ばれる。アメン。まあ、最近ですね感動したストーリーがありました。それはオーロラ・スカイ・カストナーさんという方の話なんですね。彼女はですね実は刑務所で誕生したそのような女の子だったわけなんですね。刑務所で生まれるというですね人生ハードモードからのスタート。刑務所で生まれお父さんに引き取られシングルファザーの下でですね成長するんですね。お父さんもですね双極性障害双うつ病ですね。で本当にですね大変な中貧しい中歩んできたんです。多くの人はですね自分の人生諦めてしまうかもしれない、悲観的になってしまうかもしれない。しかし彼女はですね勉強頑張ってですね、本当にですねさまざま助けを受けながら、ハーバード大学の奨学生として、奨学生、スカラーシップですね、として、この9月からハーバードに入ることができるようになったんですね。まあ、彼女のエッセイ、まあ、このですね受験のエッセイの始まりは私は刑務所で生まれた、そこから始まってインパクトがあるなって思うんですけども、まあこのですね彼女が本当に大変な中スタートしたんだけど、でもこのですね学業頑張ってハーバードに入ることができたっていうことをニュースで見た中でですね、これはきっと陰に本当に素晴らしい大人との出会いがあったんじゃないかなということを思わされて少しですね掘り下げてみたんですね。まあ、小学生の時に本当に成績が良くてですね小学校のスタッフがまあなんとか彼女を助けてあげたいと思ってですねその学区にあるメンタープログラムっていうのを紹介したんですね。このプログラムは助けが必要な生徒と地域の大人をつなげるものなんですね。子どもたちがより良い学校生活を送る、また私生活を送るのを助ける、そういう大人をつなげるっていうものだったんですね。メンターになったのは自分自身も母親がいない環境で育ったモナ・ハンビーさんっていう方なんですね。で、まあこのメンターっていうことをモナ・ハンビーさんのですね話を、まあ、日本語でもちょっとあったんですけど見た時にこれきっとクリスチャンなんじゃないかなって思って、まあ、今ね SNS で結構さまざま調べられる時代ですので、ちょっとこのモナ・ハンビーさんっていう方を、ね調べてみると、ね彼女の Facebook を見つかったんですね。そうするとですね本当に良いクリスチャンであることが、分かるんですね。モナ・ハンビーさんの Facebook の紹介、自己紹介を見ると God has truly blessed my life. I have an amazing blended family with so much love to give. まあ、ね、神様が本当に私のことを祝福してくれたということを言っていて、ある時の彼女のですね投稿にこんなのがありました。まあ、その地域のクリスチャンブックストアのチラシが入っていて無料の聖書を配りますよっていうのがあったそうなんですね。それをチラシを持ってもらいに行くと、そうするとですねもう売り切れですって言って、で普通の人は残念って思うじゃないですか、欲しかったのにって思うじゃないですか。でも彼女はハレルヤってね、この地域は本当に聖書を必要としている、上から空いている地域なんだ、ハレルヤ、ね、そんな風に言っていたんですね。本当に素晴らしいクリスチャンであることが分かりましたし、またこのオーロラスカイカストナーさんとかの写真も載ってたりするんですけど、彼女が着てる T シャツがもろですね吉脇の1章9節が書いてある、そういう T シャツを着てたり、あこのオーロラスカイカストナーさんもきっと神様に、これはねはっきりしてないんですけど、出会ってその中で神様からの励ましを受け歩むことができたんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、このメンターのモナ・ハンビーさんはねこのカストナーさんの
スカイのですね、メガネを購入してあげたり、歯の矯正をしてあげたり、アメリカで歯の矯正ってめちゃくちゃ高そうだなとか思うんですけど、またサマーキャンプのね、参加を費用を払ってあげたり、本当にですね、必要なことを、必要な費用を出してあげて、また励まし近く歩んであげたわけだったんですね。本当にですね、このモナハンビーさんがしたことっていうのは、地域の傷んだところに、ね、手を差し伸べる、本当に必要なところに必要なために自分は働こうって、そのようにしたことだったと思うんですね。それゆえにもうね、人生が私たちは積んでしまったと思うような、そんなスタートから始まったこの子の歩みがですね、立て上げられていったわけなんですね。私たちは本当にですね、この必要なところに手を差し伸べるっていうことは、私たちに与えられた神様からの使命です。その中でですね、本当に私たちはこの何かもう崩れてしまったものが、で最初よりも美しい形に神様の御手によって立て上げる、そのお手伝いをすることができるわけなんですね。私たちもですね、昔の廃墟を建て直し、世々にわたる礎を築き直し、破れを繕う者、通りを進めるように回復する者、そのようなものとされていきたいと思います。皆さんの周りにあるですね、傷んだところ、また崩れているところ、それが大きくても小さくても、大きすぎると自分ではどうしたらいいだろうかって難しいかもしれない、小さいことであったとしても、そこに心を留め、何かですね、自分ができること、神様に祈りつつ頼りつつ考えチャレンジして、ね、このね、通りを進めるように回復するものとされていきたいと思います。またそのような教会とされていきたいと願うんですね。お祈りします。神様、ありがとうございます。どうか私たちを破れを繕う者、通りを進めるように回復する者として用いてください。主を私たちのうちに働いてください。感謝し期待し、愛するイエスキリストを見ないとお祈りします。アメン。神様の祝福がありますようにお祈りしています。 God bless you.